サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。韓国ソウル市は2024年6月11日から7月11日までの1ヶ月間、シー、ティーム、アリエクスプレスなどの海外直輸入商品に対する安全性検査を実施しました。衣類や化粧品など計330件の商品を検査した結果、そのうち20件から基準値を上回る有害物質が検出されました。具体的には、女性用下着1件から膀胱がんの発生リスクを高める発がん性物質が、化粧品8件から皮膚感染症を引き起こす有害物質が確認されました。特にシーインで販売されている女性用下着からは韓国の基準値の 2.9 倍を超える発がん性物質が検出されました。シーインについては2021年からその工場の劣悪な労働環境が問題視されています。報道によると、従業員は長時間労働を強いられ、低賃金で働いている状況が続いています。実際シーインの不買運動も一部で起きています。最新の調査では、シーインで販売される衣服を製造する労働者が1着につきわずか4セント約6円しか得ていないことが明らかになりました。これらの労働者はしばしば1日18時間働き、月に1日のみの休みしかないという状況です。また仕事後に時間がないため昼休みに髪を洗う労働者もいると報告されています。今回はこれでおしまいです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。